日本のどこかのそのまたどこか、下町情緒あふれるここベランメ町に、町のみんなの人気者、生きでいなせな一人の大工がいた。その名は、あらよった、あーみんな、田村健三、大工の源さんだ。俺の勝手、今日も燃えて大爆発だぜ。どんなもんでい、行くぜ源さん。頼むよ源六さん、なんとか明日中に完成させてくれないか。任しときな、そういう事情なら明日チョッパ屋できっちり仕上げますぜ。悪いね、無理なお願いして。困った時はお互い様だ。明日はなんかあったような、ないような。明日だね、結婚記念日。仕事ってどういうことだい。明日は二人の結婚記念日だよ。しかも節目の20年目の結婚記念日だろ。明日ぐらい仕事休んでも罰は当たらねえって。そうよ。てんでい、江戸っ子は一度口にしたことを翻しちゃならねえ。親父、お父さん、それが世の筋ってもんだよ。母ちゃん、おめえなら分かってくれるよ。おっ、私に対する筋はどうするんで。お母さん、かわいそう。やるかこの野郎。その母ちゃんがいねえんだよ。お母さん、お気に入りの帽子とコートがなくなってる。きっと怒って出てっちゃったのよ。お父さん、今ならまだ追いつくかもしれねえ。連れ戻そうよ。行くぞ。親父、探しに行くのね。仕事に行くぞ。何言ってんだよ。言っただろう、江戸っ子は一度口にしたことを翻しちゃならねえって。そんな気は確かか。ゲン、お客さんが待ってるぜ。おっ、気合い入れて仕事だ。男は仕事に生きるんで。へいへい。明日は二人の結婚記念日だよ。ん？あああ、危ねえ。しかも節目の20年目の結婚記念日だろ。どこだ。母ちゃん、おめえなら分かってくれるよな。もう、はあ、おーおいおい、おやじ、おやじ、母ちゃんとこへ行ってくれよ。てやんでいい。江戸っ子は一度口にしたことを翻しちゃならねえだろ。分かってるなら聞くんじゃねえ。だったら仕事に集中しやがれ。だってよ。ずっと痛い。母ちゃんのことをずっと考えてたんだろ。あ、このままじゃ仕事にもならねえ。
母ちゃんもかわいそう。何もいいことなしだぜ。ここは俺に任せて、母ちゃんとこに行ってくれ。ゲン、気遣いやがって。男元禄、やるっきゃねえぜ。どうで、手なんか抜いてねえぞ。仕上げはおいらに任しときな。すまねえ、おめえに言われなかったら俺は恩に着るぜ、ゲン。ミヤコ、おい、早まるな。俺が悪かった。おめえの気持ちも考えず。どうも俺は仕事のこととなると。こんなところでいきなり。いや、プロポーズ。お化け、お化け、どこどこ。いや、昔はよく母ちゃんと来たっけな。結婚してからは二人一緒に来ることはなくなっちまったが。何やってんだ俺。母ちゃんには悪いことしたな。そりゃ怒るぜ。美和子。ああ、そのなんだ。では許して。仕事は、仕事はどうしたんだ。きっちりやった。もう怒ってないのか。今日一日羽を伸ばしたらすっきりしちゃった。こら、こちとら仕事を死ぬ気で早く終わらせて、おめえを探し回ってたんだぞ。うん、あ、ありがとう。え、やっと終わったぜ。親父うまくいったかな。お、はぁ、せっかく二人の結婚記念日だったのに。あれ、お兄ちゃん。終わっちまったぜ。残念。時短で引き戻しやがった。これじゃよ。お二人さん、お揃ってくるなんて久しぶりだね。そうだな、20年ぶりかな。うん、これ使え。私も出すわよ。世の中甘くないぜ。きたー、核兵。ほんとかよ、すげー。核兵は閉店まで続いたそうだ。雨降って地固まるじゃなくて、玉出て絆深まるだぽん。結婚記念日だし寿司源でも寄ってくか。そのまたどこか下町情緒。いやー、世間は広いな。車サイズのカブトムシだぜ。いやいやいや、この部屋ぐらいか。なんで熱はねえようだな。で、俺の話信じねえのか。うん、信じろよ。いたんだよ、すごい大きなカブトムシ。はいはい、早く寝なさい。本当そんなことより宿題やりなさい。ゲンさんかっこよかったんだから。寝言は寝てからいい。